決定的なチャンス、そしてまた川原、佐藤祐介のシュート、長さんいかがですか。ここからミドルシュート、まだある、抜け出した、佐藤だ、先制栃木 SC、 佐藤雄介、ここでうまく佐藤が抜け出してキーパーのポジションを見て、直接は狙えません。松田が一番前にいます。誰に合わせてくるか、ふんわり浮かせる、ファーサイド、通りません。佐藤雄介、入江、うん、このボールは通らない、キム・シンヨン、佐藤雄介追い越す、稲葉、ファーサイド誰もいません、石原が対応で、甲府から3点を取った栃木、松田追いつけばチャンスか、山本秀臣がマークについています、八角が2列近くから入ってきました。そうですね、あそこは逆に八角選手が、あのパスを呼び込まれ、こぼれて、うん、シュートまでつながりませんでした。逆に守りが良かった栃木、そしてカウンター裏を狙っていく、いい、これはいいボールだ、この指示が浸透しています。さあこぼれ球ですが、ここ抜ければ栃木はチャンスになります。川野のミドルシュート、これでベルディが1人多い状況で勝ち越しました。さあ佐藤雄介がボールを持つ、長いボールが川原へ行く、ボールクリアが浅い、しっかりクリア、佐藤から前線へ、再び高安キープして左に振ります、佐藤雄介間に合った、中へ、上野雄作と、うん、倒されますが、これは笛は、はい、また振り出しですから、はい、後半30分を経過、中にアランには打たせません。そして佐藤雄介がここで絡み取って、上野速攻カウンターに行く、佐藤雄介は右で空いている、そして上野雄作を走らせます、ライン際クリアしていきます、足元、そして鴨志田
いいプレーですよ鴨志田君。そして佐藤雄介、ようやく理想の形ができるか。入江を走らせる、マイナスのクロスが上がる、横の差しヘディング、しまうんですよね、はい、これで無駄になりませんでした、はい、佐藤、おー、ワンタッチ深い、いいプレーだ。佐藤は中央から打てるかどうか。そして横山さんが走らせますが、これなってきているか。佐藤雄介、さあ入江が空いている、その入江に振る、そしてマイナスのクロスを入れられるかどうか。ここで真ん中スルーしましたが、しっかり読んでいました赤井。そして佐藤雄介、うまい、佐藤雄介に当てる、シュートを放つんですが、決めた。しかしディフェンス陣は戻っています。佐藤雄介走らせます、上野優作、中には横山聡がいる、その横山に合わせる、早稲田もいる、上野優作、サポーターの願い届け、ヘディング。さあそこから佐藤雄介がフリーです。知りました、いいですよ選手には。佐藤雄介、はたく、若林、ここからサイドを変える、いやいいボールですよ、栗原